まあだからこういうとこね、このぐらいの長さの方がね、シューってやってくれたら、まあこうやってね、救うことあるよね、こうやってね。こうやってやると、やっぱり何かあったら失敗するとめんどくさいからね、10%スイングでね、こうやってやればいいんじゃないの？ もうこうやってやるとなんかスライドっぽいよね。ほんでもって毛先が重いっつったらね、まあこう持ってね、まあこうやってすいて、ちょっとあれだね、やっぱり乾いてると束感がないからね、ちょっと濡らしてね、束感出してね、はい、こんなもんってこう、ごまかしてやればいいんじゃないの？はい、皆さん、毎度毎度、ごまかして十分じゃないんだよね。まあ、このぐらいが無難、失敗がない仕事ね。カット駆け出しの方でもね、誰でもすぐ真似ができるね。で、見てくれもそんな悪くないでしょ。ね、じゃあ、この仕上がりがね、もうちょっと毛先細くした方がいいんじゃない？濡らした状態でもまだぶつ切り感があるよって、まあ、これあと自分で好きなようにね、直していきゃいいんであってね、サジを見てね、あ、文句言わないでね。はい。ヨタです。カットって簡単ですね。まあ切るだけだから簡単だよね。動き軽さ見て触って切るだけだけど、本当にこれでいいのか、昔上の人間がそう言ってたことが、まあ虚勢にしか思えません。上手くなったのか下手になったのか、割り切ったのか、これは勘違いなのか、教えてくださいって、何を教えりゃいいんだよ。だからカットはね、お客様にね、教わらないとね。だからね、カットって切るだけだからね、切れたらもうね、カットできたってんでね。うん。美容師ってある程度やってると、多分誰しも自分は天才じゃないかなと思う時があります。はい、ムクシン先生、毎度毎度ね。これって男性美容師はそう思うんじゃない？女性美容師はあまりそう思ってないと思う。男性美容師特有のダニングクルーガー効果じゃないかなと思うんだよね。それぐらいじゃないと続かないし、日々勉強して引き出しが増えると、どれを使おうか模索する、迷う、そしてまた新しい技術、トレンドを取得する日々、古いものは捨てていく、そんな感じで気がつくといつの間にか30年経ってます。ムクシン先生、そんな年なの？40、42、3かなと思ったけど。ダニングクルーガー効果、自分の経験だとね、30年ぐらい前までだよ、ダニングクルーガー効果が出るのは。30年超えるとね、ダニングクルーガー効果であった自分に気がつくっつうの。というかね、ほとんど新しいことがないから、あんまりダニングクルーガー効果は出ないんだよね。新しいことを覚えると、俺天才かなって、まあ確かに未だに思うけど、この前もシャンプー、背中が曲がって、とにかく洗えない。あれまあ2人がかりでね、じゃあ自分が膝持って、膝持ち上げて、そうパワーボブみたいな形状にしたら、そこまでやんないよ。したら、まあ、洗えたと。パワーボブみたいな感じじゃないよ。ちょっと膝持ち上げただけなんだけどね。したら、まあ、簡単に洗えたと。もう特に問題なくね、あの時は天才かなと思ったけどね。忘れるってのがあるよ。引き出しが増えると、どれを使おうか模索するじゃなくて、忘れてる。開かない。どっか置いてきちゃったってなるよね。だからさっき言ったストレートアイロンかける、この襟足の出てくる毛ね、ストレートね、アイロンかけなきゃちゃんとね、切れねえっていうのは、あれも忘れてるんだよね。まあ、今の美容業界ね、若い美容師にね、レジェンドってのは押されちゃってっかんね。まあ、最近ね、トップガンのマーヴェリック見てきたけどね、やっぱりレジェンドのパワー、これをよく出してるよね、若いやつらがね。我々はね、世界最高のパイロットよ、トップガンよ、なんつってね。誰が教えらんのよ、なんてね、偉そうなこと言ってるけど、まあ、実際やれば、トム・クルーズに負けてね、腕立て伏せしてるじゃないけどね。まあ、だから、今の美容業界もね、レジェンドがね、ってなってくれりゃいいけど、映画だかな。だから、レジェンドが見るような映画だね。トム・クルーズなんかつってもね、うちのお兄さんはやっぱりピンとこないよね。まあ、レジェンド美容師ね、トム・クルーズのトップガン見た方がいいかもしれないね。いや、やっぱりいい映画だよね。やっぱりトム・クルーズが金かけて作ってるだけあるからね。はい、お疲れ様でした。